私は遥か同僚とランチをしている。うちってさ、結構ホワイト企業よね。え？うちってホワイト企業なの？結構ホワイトだと思うよ。例えば、うちは有給を好きな時に自由に取れるじゃん。え？有給を自由に取れるのは当たり前じゃない？いやいや、それが当たり前じゃないんだって。この前友達が言ってたんだけど、有給を使おうとすると理由をしつこく聞かれるんだって。しかもそれが使用のためだとめっちゃ嫌な顔されるらしいよ。え？そんなことあるの？でもどうしても行きたいイベントが平日に開催されるみたいな時だってあるじゃない？そういう時はどうするの？家庭の事情でとか嘘の予定を言ってごまかすんだってさ。好きな理由で好きな時に休めないなんて大変ね。そう考えるとうちは恵まれてるのね。うちは逆に有給消化しきらないと注意されるからね。有給が取れる環境に感謝しないとね。うちってさ、辞める人も結構少ないよね。確かに考えてみると人の入れ替わりってほとんどないわね。上の方の人だと勤続何十年みたいな人も結構いるしね。なんかこう、上の人がずっとこの会社で働き続けてるのを見ると、私たちもここでずっと働けるんだってちょっと安心するよね。会社が今日も存在してくれるありがたみを実感するわね。人事の人もこの会社は辞める人がいないから求人ほとんど出さなくていいんだよねって言ってた。それって逆に考えるとずっと同じ求人が出続けてる会社は、そういえば最近引っ越そうかなって思ってるんだよね。そうなんだ。どうして引っ越そうと思ったの？子供がもう幼稚園に入ったし、これからも3人で住んでいくならもう少し大きい家に引っ越そうと思って。確かに大きい家の方がいいわよね。今はいろいろ探してるところ？うん、住宅手当があるからある程度いいところに住めそう。住宅手当って本当ありがたいわよね。うちって福利厚生が結構充実してるしね。わかる。飲み会代とかもある程度は会社が負担してくれたりするのも助かるね。お給料も大事だけど、福利厚生ってなんだかんだで結構大事よね。あれ、なんだろう。もしもし、エミちゃんのお母様でしょうか？私、タンポポ幼稚園の遠藤ですが。どうされましたか？実はエミちゃんがお熱を出しておりまして。え、エミが？わかりました、お迎えに行きます。でも少し遅くなってしまうかもしれません。はい、失礼します。どうしたの？エミが熱出しちゃったって。大変、お迎えに行ってあげないとね。でもこの仕事が。その仕事なら私がやっとくから、今日は早退しなよ。あら、エミちゃん熱出しちゃったの？私もいくつか仕事引き取るから大丈夫よ。でも。エミちゃんも不安に思ってるだろうから、こんな時くらい一緒にいてあげなさいよ。すみません、ありがとうございます。お姉ちゃんなんか機嫌良さそうだね。実はね、ボーナスが近いのよ。ああ、そういうことね。お姉ちゃんって現金なんだから。ただいま。おかえり。ケーキ買ってきたわよ。今日はボーナス出たからね。え、いいの？ああ、美味しそう。こうやって年に2回ちゃんとボーナスが出るって分かってるから、頑張ろうって思えるのよね。ボーナスって最高。なんか私より嬉しそうね。ただいま。おかえりって、お姉ちゃん顔すごいことになってるよ。ちょっと残業が続いててね。最近遅いもんね。大丈夫？お給料日さえ来れば元気になるはず。お給料たくさん入ってる。残業代もしっかり支払われてるし、この数字を見てると頑張れるのよね。やっぱりお金って大事。今日の授業は終わり。また来てね。